両者それぞれ立場はありますけれども、まあ、政府としてよく連携を取ってですね、抜けがないようによく今後とも両者で連携を図っていくということがまず第一でございます。でそれで、じゃあ具体的に何をするかということでございますけれども、まあ、明日 私どもの方で、福島第一原発につきましての特定原子力施設の監視評価検討委員会がございますので、それに資源エネルギー庁さんの職員を参加していただくと。でさらに今後ですね、審議環境で定期的にお互いの施策を調整連携する会合を持っていこうと、まあ、そういうふうなことを約束したところでございます。まあ、一つ今日も潜水漏れが、まあ、配管からなんですけれども起きているようなんですが、その件について、まあ、今日、まあ、何か話をされたかそれぞれ教えてください。本日水位のところから汚染水が漏れたということについては よく認識しておりまして、こういうトラブルが続くことについてですね、まあ、何らかの対応をしていかなきゃいけないと、まあ、いうことは話し合ったところでございます。安全面からの点については今規制庁長官からお話があった通りだと思います。いずれにいたしましても今日こうやってですね、まあ、両省がちゃん規制委員会規制庁あるいは経済産業省連携しながらいろんな問題に対して適切な処理を対応をしっかりと果たしていきたい責任を果たしていきたいというふうに考えております。